はい、こんにちは。で今回はですね、これはフォルクスワーゲンダブル中になるときまして、社名通りフォルクスワーゲンのダブル12気筒 6000cc エンジンを積んだモンスターマシンです。でデザインはジュリエット・ジュリアのイタリアデザインで、ドイツではなくイタリア初となっています。でこれこれも同時にダブル16気筒 8000cc に進化します。ブカッティバイロンとして、後に登場するということですね。で、フォルクスワーゲンブランドでの生産は残念ながらこれは送られなかったということなんですが、まあ、なかなか非常に1000馬力というとてもないパワーを、発揮して 6000cc というとてつもない馬力とパワーを持っている、車でしたね。これは確か2001年頃かなんかに、ね、コンセプトカーとして出された車なんですが、まあ、残念ながら、実用化はされなかった。でも他の車で自走化されたということですね。でこれは、モーターマ、これはねモーターマックスっていう会社ですね。モーターマックスってのはね、よくあのスーパーとか、まあ、ある店舗とない店舗がはっきり分かれてるんだけども、そのミニカーの、なんていうんですかね、ところがあって、まあ、そこに行くとあの自販機があってですね、でその、まあ、ガシャガシャみたいなやり方なんですね。要するにお金をやってガシャグリッとこう回すとガシャガシャみたいにズドンと落ちてくるんですね。でそうするとそれで、ミニカーが箱に入ってて手に入るというやつですね。でそれは、ミニカーの自販機であって、まあ、静岡で、本社は静岡あたりで作ってるらしいんだけども、あ静岡じゃない、大阪で作ってるのか、大阪で作ってるんだけど、まあ、そういったものがたくさん集まっているところもあって、静岡なんかそういうものをこう投げてるのかな、こう集めてる場所があるんですよね。でそうするとそこだと、道路沿いに自販機があって、でミニカーの自販機をポチッと押すと出てくるんですね。非常にそれも全国的に見て、まあ、珍しい、やり方なんですけども、まあそういうところに行くと、まあ、手に入ったりとか、あとは聞いた話は秋葉にもなんかあるみたいですね。ミニカー専門の自販機っていうのがあって、でそれもやっぱり飲み物を買うのと同じようにビジッとボタンを押すとバシャンとこう出てくるやつですね。でありまして、まあなかなかこういい感じになっています。でこれはリアルな出来なんですね。あとはそのタンクローリーとかバスとかね、そういった長いものも作ってる。でも全体的にこのモーターマックスが作ってるミニカーってのはあんまりないんですね。他には私前に紹介してありましたけど、カローラとかですね。あとは、まあ、オカミトミカなんかでもあるような車種。例えば、ポルシェがあったりとか、ランボルギーニがあったりとか、ベンツがあったりとかね。まあ、そういったのがあったりしますけども。まあ、これは、ある意味、その、モーターマックスにしかない、他のメーカーでは作られない車種ということで。非常にしかもこれ出来がよくできてるんですね、これね。で、こういう風によーく出来ができていて、こういうところが非常にいいなと思う車なんですが、なかなかのこの見応えがあるというかね、そういったところが気に入ってる要素の一台ではないなと、といった感じで、なかなかいいなという車でございました。どうもありがとうございました。